はい、どうも大東です。さあ、というわけでやっていきましょう。リアリズムクラフトパート11、11ですね。はい、ということでよろしくお願いいたします。前回の続き、どっちに行くかですね。右なのか、左なのか。まあ実際こっちも海なんで、また戻っちゃうと思うんですよ。なので、左に行きましょう。では、スタートでーす。はい、じゃあ行きましょう。おそらくこっちにいろいろあるんじゃないかと。で、こっからどっちに進むのかと言いますと、まあ右か。もうジャングル行っちゃうかな。中行ってもな。ある程度こっちに進んだ方がいいかと思います。はい。ストーン、石があるところですね。とりあえず今回何も見つかんなかったら、何も見つかんないっていうか、新しい場所が見つかんなかったら次回はネザー行きましょう。ネザー行って、ブレイズロッド取って、エンダーパールも手に入ったら、もう、エンド行きましょう。うん。それが一番いいかな。はい。よし。じゃあ、ここ、ぐるぐる回るか、もう大陸、もう行っちゃうか、まっすぐ。大陸に行っちゃいましょう。次の大陸へ。よし。さあ、どこまで行くか、スコップ持っていこうか。シャベルを持って、シャベルでやっぱり行かないか。シャベルで漕ぐことはないですね。じゃあこのまままっすぐ行って、なんかいいとこ来い。来るかなぁ。あー、ピレッチャーの、二つ、両方二つあるって珍しいですね。全焼基地が二つある。隣同士って珍しい。砦と塔が隣同士っても珍しいけど、まあ行かないです。一回行ったんで。一度行ったらね、行かなくていいでしょ。ほぼほぼ一緒だと思うんで。うん。なので、ここは寄りません。はい、ここも寄りません。三つ揃うってすごいな。船とピレッチャーの塔二つ、両方揃うの。あれ、なんだあれ。いや、普通に何あれ関係ないか。あー、関係ないか。なんかあるかなと思ったけど、なかった。じゃあ、大陸、次の大陸、大陸。もうこのまままっすぐ行けば大陸ですね。ありがとうよ、みんな。じゃあな、次の大陸で、俺は頑張るよ。あー、天気もいい。しかしもう夜だ。もうすぐ夜だぜ。大丈夫か、間に合うかな。あ、イカだ、漂流者や。大丈夫か。あそこに船あるから、あそこにね、行ってらっしゃい。海賊船やけど。やだな、やだね。さ、もう少し、まだかかりそうかな。かかりそうですね、まだ。長い長い旅が始まります。さあ、次の大陸で魔女の小屋か、砂漠の寺院が見つかればいいですね。どっちか見つかればいいんだけど、どうだろう。新しいとこ出るかな。前回なかったもんね、砂漠の寺院が。ありかなと思ったけど。おっと、ちょっと砂漠っぽさもあるね。お、いきなり山か。お、イルカさん。どうもです。あ、でも木があるし、ちょっと砂漠じゃないかな。これ登るの大変だな。どっから登る？あ、ここちょっと水。あ、ダメか。砂漠じゃないか。普通に森ですね。まあ、湿地帯の可能性もあるから。一応、渡っていくか。よし、行こう。あ、まだ水ですね。水水。オッケーオッケー。そうそう、夜か。準備しとこう。あと、馬が欲しいから、ちょっと馬も、平原があればいいかな。どうだろう、平原なさそう。森っぽいもんな。こっちは、うん、
違うな。よし、大陸着いた。オッケー。はい、じゃあ次行きましょう。おらららら、あ、ちょっとちょ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 。壊すの大変なんだよな、これ。もうバンドル欲しいよ。次、バンドルの実験入れよう。まだやってるか分かんないけど。と、もうちょいかな。もうちょい待つか。ここでちょっと宝探して、宝物があるかどうか。あった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 。よし。アイテム回収。鉄とパンくらいかな。最高。どこ行ったっけ、ベッド。あ、そうだ。寝ましょう。明るいっすね。溶岩が明るいっすね、溶岩が。やばくね、やばくね、燃えるんじゃねえ、あそこ。大丈夫か。あ、パンいっぱいなんだ。パンいらない。ありがとね。おー、神秘的や。よし、何これ。あー、狼か。狼が羊を飼ってるよ。おい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 。あかんよ。さあ、神秘的な森で、ちょっといろいろ移動しましょう。ん？あ、クマだ。クマ怖い。クマ怖い。どうだ、まっすぐ行くけど、あるかな？よ。おー、ミツバチ。ここめっちゃミツバチおるね。これは行ったことあるタイプやね。オッケー。よし。どうだ？ここはどうだ？ないか。今んとこなし。もう一回。もうまた水か。ちょっと水のあたりが多いっすね。ああ、砂漠か湿地帯があればいいんだけど。沼地？来ないかな。これは行ったことあるやつね。うん。え、行ったっけな。いや、でも行ったことあるか。あるあるある。砂漠でもあったからね、これ。こういうタイプ。ならあるか。こっちは全部ダメかな。森かな、普通に。森は普通すぎる。ってことで、こっち行こう。向こう行ってもいいんだろうけど、ここはまっすぐ突っ切ろうか。ちょうど水だな。やっぱ水辺をね、渡るの大事ですね。よし。水辺渡りましょう。かな。普通の森ですね。もうほんと今回も何も見つかんない可能性あるな。やっばいかも。何か見つかってほしいけど、どうだろうな。この山越えたいかな。山越えないとダメタイプかな。いや、ここはまあまあぐるっと回りますか。ぐるっと回って、葉っぱが壊れたーって。で、こっち、まあ、山を渡らずに徒歩でぐるって回る感じでいこうか。うっ、よし、これでいこう。ちょっとシャベルの耐久力減っちったよ。普通の素手でやるとね、また時間かかるから、これが一番いいんだけどね。よし、どうだ。オッケー。よし、行こう。よし、ジャンプ。オッケー。よし、行こう。いいね。ちゃんと行けるとこあってよかったわ。ジャンプ。ジャンプ。お、いいんじゃない？いけた？よーし。この先は？花の森？かな？ここは。
ああ、まあ微妙ですね。クマだ。クマ怖い。花の森。花の森。よし。あ、ビレッジの塔、高いとこにあるね。お、鬼ヶ島かな。うわぁ。すっご。あ、いいね。なんかかっこいいね。ああいうとこ見ると。わーっと、ああいうとこ見るとね。むちゃくちゃかっこいいな。花の森にある。ねえ、ところ。うわぁ、でもこれ花の森通った方がよかったかな。こっち。回んないと。結局なんもないからな。まあ、アレイがいるぐらいか。アレイいなくなっちゃったしな。どっかで。消えたからね、アレイちゃん。悲しいよ。よし、いけいけ。よし、おーし。さ、オッケー。ここは、まあ、いないか。行かない方がいい。めんどくさい。めんどくさいから、もう、通り過ぎよう。ここはね。あっちは雪山？雪山かな。あ、ニワトリか。よし。雪山は特にない。用事なし。あるとしたら、ここから砂漠に移ればいいなっていう思いがありますね。おー、いたいたいた。あ、砂漠ないな、これ。砂漠なさそう。いや、砂漠来てほしいけど、これ来てくれないかな、さすがに。トウス。どうだどうだ。まあ、山行っても、あ、これはちょっと、どう行こう。本当は橋作って行った方がいいんだろうな。こっちかな。こうぐるって回って行こうか。いや、楽しい。プレイヤーの動きが面白すぎるんですよね。すごくいい動きする。走りもリアルになりますよね。よいしょ。リアリズムクラフトいいね、ほんと。最高最高。よし。こういく感じかな。で、この先は、この先。まだかな。よし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 。走れ走れ。走んぞ走んぞ。どうだ、あるかな、どうかな。どうだどうだ、あるかな。ああ、ジャングルかな。この子はジャングルか。またジャングルか。ジャングルはもういいよ。やばいや、もう13分、もう15分、半分過ぎたんですよね、今。特に見栄えのない変わり映えのない感じですね。もう水でいっか、この先は。よいしょ。食料食料食べよう。まあまあパンかな。またボートかーって。こう突き切るのもまた難しそう。やめた方がいいかな。だったらちょっとぐるって回るぐらいがちょうどいいかも。いいね。ジャングルがめちゃめちゃ見つかるけど、砂漠がほんと見つかんない。町ドラでも砂漠見つかんなかったからな。時間かかったし、それぐらい時間かかってるよ、今回。砂漠探すのに。こんな、見つかんないか、砂漠。うわぁ、マジか。砂漠ってレアバイオムだったかな。っていうぐらい、ほんと、全然見つかんない。あーっと、こっちかな。でも、行くとしたらこっちかも。よし。
で、ボート。まあ、この奥だろうね。どうだろう。あるかな？無理か。ないか。あ、村がある。ちょっと村寄ろうか。またキャラバンがあるかもしんない。キャラバンにもアイテムあるし。キャラバン行ってちょっと休みましょうか。はい、ありがとう。ありがとう。どうだ？あ、普通に村かな、これは。わ、タイヤが。え、どっか出てんのかよ、今。絶対ブロックに隠れてただろう。あの出方は違うんちゃうって。ちゃうんとちゃうんかーいって。よし、こうこう、こうで、こうこうこう。いった。よし。こうですね。OK。あー、おー、危ね。ダメかな、またベッドかな。ベッドのお世話になるかな。村の近くにキャラバンある感じでもないか。キャラバンなのか、そのキャンプ場なのか。キャンプ場なのかキャラバンなのかわかんないですよね、あれが。いまだに。石がいっぱいあるね。ベッドかな、もう。あった。ほっ。まで。大丈夫かな。雲がいそうな感じだったけど。よかったよかった。これは、突っ切るか。砂漠が出なかった。うわー、こっち側へ突っ切るなー。切るんだーって。朝日がたまらんねーって。いい天気じゃ。ほんと眩しいね。ふう。しかしないか、ないか。ここはもう突っ切ろうかな。石のストーンヘンジだっけ。もうこっちに渡るか。あるかな。今日何も見つからなさそう。やばいな。なあ、もう見つからないかも。マジか、マジか。何も見つからないときついな。いや、ほんと見つかんないよ。こんな砂漠見つかんない？悲しいよ。あ、あー、行動だ。行動はいいかな。もう、一回行ったらいいっすね、やっぱ。新しいところはだいたい一回行けば大丈夫。なんで、あそこには寄りません。あ、でも平原か。平原かな。平原か。馬探したいな。だからこの大陸をちょっとぐるぐる回れるか。ここ平原っすよね。なら行こう。行きましょう。平原なら行きましょう。よーし。行くぞ。行くぞ。いや、平原でもなかったかも。違った。うわ、マジか。なかったか。なんもないじゃん。平原かと思ったら違った。牛は出る。羊も出る。だけど、馬が出ない。しゃあない。ここは泳いでいくか。は、泳ぎましょう。よし。お茶飲んでいこう。お茶飲んで。こっち行ってもあるかな。普通の感じやもんな。あそこなんかありそうと期待して行きますか。歩いて行きましょう。
行こう行こう。なんもない。ああ、廃墟やしな、あそこポータルはなあってもなあやな。どこに行ったらいいんでしょうか。一応もらっとくか、あとはいいや。おお、ちちちち、砂漠来い、このまま行って砂漠来い。穴に気をつけて。うわー、全然ない。あちゃー、これはまずい。名もなしってきついぞ。うわ、馬いない。馬欲しかった。ここは馬いないもんな。うん、どこだ。あっちは普通だしな。どこに行けばいいんだろう。どこですか。と海だ。また海だよ。マジで何もない。まずいな、もうほんとネザーだな、ここ。ネザーに行かないとダメかも。いや、砂漠じゃないもんな。あっちはまだ砂漠か。いや、それでも違うな。やっぱ木があるね。これは無理か。ダメか、もう。あ、でもここ、あ、ちょうどまだまっすぐ行けるな。このまままっすぐ行って砂漠、もしくは湿地帯じゃなければ次回はもうネザー編行きましょう。もう出ないんであればまっすぐ行くしかないもんな。もうないもんな。あそこはキャラバンか。ちょっと寄っとくか。一応寄っときましょう。よし、キャンプ場なのかキャラバンなのか。キャラバンって何なんだろう。馬とかがいたらキャラバンなのかな。でもキャンプ場っちゃキャンプ場だよな。キャンプファイヤー真ん中にあるし、キャンプ場なのかな。ここも、ここはキャンプ場。やっぱ占領とかですね。あ、金とかあんじゃん。超最高じゃん。え、どうしよう。つけれるんやったらつけようかな。貫通、あ、貫通入れるか。いいじゃん、いいじゃん。あー、よかったよかった、貫通入った。てか持っていこう、これめちゃめちゃ貴重なアイテムじゃん。もらっとくよ。ごめんね、もらっとくよ。ラッキーラッキー。船は、あったあったあんなとこに あるとは思わなかった。いいね、カナトコあるの嬉しいな、ほんと。カナトコはマジで助かるから。よし、この海を行きましょう。まっすぐ行って、なんもなければネザーに行こう。OK。そうしましょう。OK。さあ、何が見えるかな？さて、何が見えるかな。にょーお願いします、お願いします。大陸で砂漠が来てください。お願いします。もう目つぶっていくしかない。頼む頼む、出てこい。砂漠もしくは湿地帯、お願いします、お願いします。
違う。これは、海賊船だ。違いました。お願いします。お願いします。見えろ。見えるんだ。お願いします。砂漠。ガチでいきます。どうだ。うわ、長いな。相当海ですね、ここ。相当進んだよ、でも。今回。めっちゃ進んだと思う。よし、来い。大陸。見えた。平面。いや、森があるか。左側はちょっと違うか。もうちょい進むか。右側は、このまままっすぐ行けば何が見える?あー、またキャンプ場かな。なんかキャラバンも見えるかな。なんもないね。多分そうですよね。ダメか。普通に島にキャンプ場ってめちゃめちゃいいね。ロケーションめちゃめちゃいいやん。お、来た、大陸。ど真ん中に大陸来ました。これはなんて美しいんだ。美しい夕日。あ、お、やばい。うん。やばいぞ、これは。よし、寝るぞ。あ、どうかな、いけるかな。どうだろう。よし。ちょっと、この上行って、何が見えるか。あそこの高いとこ行って、これにしましょう。あ、絶対平原だな、これ。あ、でも馬がいるから、移動は助かるね。多分どっかに馬は出てくるはずやから。これで馬とかを、育ててから行こうか。馬がいたらやけど。どうだ?おー、まあ、助かるか、平原か。まあいいんじゃない、向こう岸。ああ、でもいいか、いいか、いいか。おお、洞窟がかっこええ。よし、じゃあちょっと向こう岸。でも、あ、でも向こう海じゃん、もうダメじゃん。もう、あっち海だもんな。ああ、意味ないか。なんだ。あんま意味ないっすね。行っても。マジっすか。こっち側はどう?ああ、ダメだ。ビーチか。そっか、ダメか。見つかりませんでした。ダメでした。くそ。ダメか。よし、終わりにしよっか、もう。今回何もなし。今回何もなしなんで、もう次回はネザ行こう。次はネザ行きます。これちょっと、もう、ダメですね。はい。ということで、今回は以上で終了します。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。